あたふたるみゲームズを楽しんで、ヘイ！それでは後編をスタートしたいと思います。前編をまだ見てない方はぜひ前編から見てくださいね。前編はボロボロでしたので結構ドキドキしてるんですけど、頑張って弾いてぜひ出していきたい。頑張ろう。はい、さてさてどうなるか。いきなりのが出たりして、おいけ、うん、なんかいつもと違う。あ、投げた投げた。カメハメーパー、いけい。あ、餃子じゃなくてなんだっけ、チャオズラディッツ。油断ならんぞ。天津飯、はい、おめえの三国ふかっジャコ、さあ来やがれ。ヤムチャ、シカちゃん、ドドリア、だらしないな。バータ、味方に。お前の力はそんなもん。ピッカラ、あー全然ダメだ。またや。あーじゃあ出ないからこっち、こっちでもやってみようかな。石も減ってきたことだし。こっちにもスーパーベジットいるのでね、出ないかな。そしてベジータブルーですね。ベジタブルみたいな、ベジタポー、出ないかな。おめえはオラに勝てねえ。お、うん、どうなるの。あ、ブンブン投げた。オラの全力だ。天津飯、これもゴロがいい。天津飯いけるな。お？うん。みんなのためにやるわ。まいちゃん。はい、おめえの力。三国。仕方ねえな。ドドリア。ここからが本番だぜ。ここからが本番だぜ。やむっちゃ。ではスーパーベジータだ。おお！スパーキン。おなごなにしてやるぜ。ベジータ。よし。孫悟空、殺しちゃうぞ。ヌジュニア、孫悟空、ナッパ。ということでスパーキング出ました。ムキムキベジータでしたね。なかなか出ない。はい、出ないかな。石は減ってるし。オラが相手だ。お、赤色だ。おお。変わった。ふく。お。オラに元気は減り。カメハメ。あれ、元気玉？アニメで見たことあるよ。すごーい。これ来たんじゃないの？どうなるかな？人造人間19号。無駄なことはやめておけ。フランクス青年期。消えろ！人造人間17号。本気で来るんだな。ベジータエクストリームばっかりだ。このスーパーサイヤ人。あ、スパーキング！ベジータ青い。ということは出たー！ここでやっと出ました。行くぞ行くぞ。餃子じゃなくて、さあ来やがれ。ヤムチャ、さあ人造人間17号、孫悟飯少年期、消えろ。人造人間17号、皆さん出ましたよ、出ましたよ。もう絶対出ないものなのかと思っちゃったぐらいなんですけど、出ました。ベジータブルー、ベジタボーです。ついに出ましたよ。やったー、やりました。これこれ、やっぱかっこいいね、迫力があります。
やったー、お目当てがやっと出た。ではでは、次はどっちでやろうかな。どっちでスーパーベジットを狙いに行くか、どうしよう。あ、でもこっちでやったらチケット7枚で SP 確定ガチャができるので、こちらで。オラの全力だ、ワッコしろ。ゲーハメハメハー、いやー、手間かけさせダリッツ負けられない、殺しちゃうぞ。孫悟空、セルジュニア、援護する、サイバイマン、ギュー、殺しちゃうぞ。セルジュニア、私が始末してやろう。私が始末してやろう。行きますよ。キャベ。食べない。孫悟飯。行きますよ。キャベ。ああ、全然ダメだ。キャベって初めて見たかも。よし、おまけゲット。まあおまけもらえたからいいかな。ということで、お次は。SP 確定のシングルガチャ出ないかな。おめえはオラに。お、赤色だ、なんか飛んでた。おおおおおお、剣が飛んできた。なんと、わあ、わあ、なんか人数が多い。お、もはや手加減ないしだ。あー、魔人ブーだ。あー、出なかった。でも絶対スパーキング出るのは楽しいですね。お次はどうしようかな。どれどれ、これがステップ4、5、6、7で無料になるから、こっちでやりましょうか。あー、でも石減ってきたな。まあ、友達のだからいいんだけどちょっと申し訳ないな。出てほしい。次出ないかな。よし、やってみます。では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 、やるしかねえか、やるしかねえか。そうだ、やってください。はっはっ、お、頑張れ頑張れ。極優勢の天身、あ、サイヤ人になった。弱ってる。これは SP 確定じゃないの。ドキドキ。あ、はい、サイバイマン。次は、お、いいのが出るんじゃないでしょうか。いや、携帯フリーズー残念、ここで。はい、大柳ルミ子復活。先ほどのステップ4は何が出たかちょっと時間が経っちゃって覚えてないんですけども、大したものじゃなかったですということで次に進みたいと思います。こんな時も、あれあれ、また時間かかってる。オラが相手だ。よし、あ、なんか飛んできた。はっ、お、はっ、あ、あ、すごい。これは卑怯じゃないの、二人で。でも頑張れ。おお、すごい。なんだこの展開。ファイト。ジース。おほどまで、スパーキング孫悟空か。あっという間ベジータ。仕方ないです、ね、仕方ないですね。銀座人間19号、まだまだやれる。天津飯、負けられない。ご飯ちゃんは来たー。悟空ブルー
来ました、お目当て栽培マン、はい、ディクーム、あー嬉しいな、お目当て出ました、しかもスパーキング2つもある、やっとこれだけ石使った甲斐がありますね、いい感じいい感じ、あ、ガシャのおまけも、はい、わー嬉しい、これが見えたのが嬉しい、きた、これでやっと友達にも報告ができそうです、石の数はあと3710か、使っちゃお、あとはスーパーベジットや、出ますように、変身、はーい、けーでしょうか、まだまだやれる、変身班、暇つぶ、フリーザ、セル、おお、スパーキングチルド、また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 、あ、かかってこい、おあれ、任せてもらおう、パイクービン、ファイト、ジース、これは前のやつを、フリーザ、お前のせい、セル、サイバイマン、あ、スパーキングみたいだけどスーパーベジットが出ないよ、どうしようどうしよう、石が減ってる、では無料ですね、次は無料でできるのでちょっと石の節約できるかな、はい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 、ということでこちらの無料ガシャチャレンジ、出ますように出ますようにお願いします、オラが相手だ、あ、なんかいい感じなんじゃないですか、出だし好調、頑張れ頑張れ、オラに元気はできる、あ、ダメって、元気だわ、貴様さま、そんなことが、これは期待できるぞ、この荷物がナッパ、だらしないね、バーッタ、おースパーキング極ブルーだ、2体目だ、好き勝手にはさせないぞ、クリリン、今はここで死ぬ、スパーキング、僕の番だぞ、チャオーズ、見えられるぞ、セル、スパーキング、俺は前のやつほど優しくはないぞ、タメッセニー、ブルド、すごいスパーキングが3体も出た、悟空ブルーがもう1回出たんだよね、うん、でもそれよりスーパーベジットが、スーパーベジットが欲しい、でも2体取っても限界突破で強くなりますもんね、無駄ではない、それではお目当てのスーパーベジット出ますように、こちらを狙って石の数ももう2710出るかな、出るかな、出ますように、ちょっと一回オープニング画面に戻って気分転換を、一丁やるぜ一丁やるぜ、気分転換になった、ちょっと気を取り直して頑張ろう、出ますようにお願いします、お願いします、お、タオパイパイが飛んできたということはスパーキング確定ということですね、ちょっと一安心、出ますようにスーパーベジットお願いします、スーパーベジット、カメハメハ、何このフリーザが、おー、かなりのエネルギー、人造人間25、ベジータ、宇宙の霧に、クーラ、孫悟空、セル、
栽培マン負けるわけにはいかない。なかなか出ない。おお。本気で来るんだな。ベジータ、あー降りてきた。わーースパーキングでんのかーい。ナッパ、また悟空ブルーですね。ありがとうございます。また増えました、悟空ブルー、かっこいい。これで強化されました。おまけ獲得、よし。あーでもほんと残りの石が1710だわ。またオープニングで一丁やるぜ。気分転換、こちらでいいのが出てもらわないと困る。スーパーベジットが欲しいんですよ。おめえはぶっ、あ、赤い画面だ。お願いお願い。お、悟空優勢だ。カメハメ放送。金髪になった、金髪になった。頑張れー。やべ、あれ押されてる。あ、なんか出てきたよ。あ、ベジータが出てきた。すごい。おお。ほらに任せろ。孫悟空。行くぞ。行くぞ。油断ならず。天津飯。援護する。ギーニュー。待たせさせやがって。好き勝手にはさせないぞ。ツルリンって呼ばれてるそうですね。粉々にしてやるぜ。ベジータ。おい、おめえの力。おお。なあ。を超えた。悟空ブルー。さっさと殺して。です。ということで、また悟空ブルーが増えました。これで悟空ブルーが4体目ですね。ありがとうございます。めっちゃ強そう。でもやっぱり欲しいのはスーパーベジット。スーパーベジットです。もう石の数が710です。ということで勝負したいと思います。シングルですね。これ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 、かっこいいですね。これが欲しいんだ、よくわかんないけど。よし、じゃあ最後の願いを、最後の願いをここに託して行ってまいりたいと思います。皆さん応援してください。出るのかどうなのか。あー、ドキドキする。お、スーパーサイヤ人になった。出てほしい、出てほしい。おらの全力だ。カメハメハ。おらの勝ちだ。お願いします。私一人でもやってみせる。まいちゃん、出んのかい。ということで今回は出たのがゴルフリ、ベジータ2が2体、ブロリー、ムキムキベジータ、悟空2が2体、悟空ブルーが4体、セル、チルド、悟空3、そして最後にマイちゃんでした。ということでお目当てのスーパーベジットが出なかったんですけど、今回は一応悟空ブルーとベジータブルーが出たので、一応友達にも報告できるかなと思われます。ということでドラゴンボールレジェンズ初めてやってみました。ゲームはまだまだ初心者なんですけれども、他にもアプリゲームにも挑戦してますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そしてぜひ聴いてほしいのが、私が歌っているカバー曲やオリジナル曲です。そちらの方もぜひ聴いてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。大柳。